はい、こんにちは、深谷村です。ぼかし肥料をね、作っていきたいと思います。今日はね、だいぶこう天気がいいですかね。ぼかし肥料、ぼかすっていうぐらいなんで、簡単に作れる肥料を、作っていきたいと思います。主にこう使う材料をちょっと用意しておきました。まずはね、こちらから説明すると、お水。これはね、井戸水です。一応塩素を使わない方がいいかなと思ったんで、井戸水を使ってます。これも井戸水。あと、納豆、市販の納豆ですね。これはね。それと、畑の土。これはふるいにかけてもいいらしいんですけど、それと、米ぬか。この中米ぬかいっぱい入ってるので、この後使っていきます。基本的にはこの材料を使って、ぼかし肥料のものを作っていきたいと思います。僕もね、ぼかし肥料ってあんま作ったことないんだけど、いろいろこう動画とかで、上げてる方がいらっしゃって、その動画の方をこう見てると、やっぱり微生物、あと空気、あとは水。ここら辺が結構ポイントになるのかなということで、その材料を使って、その環境を、作ってあげると。ぼかし肥料には2種類あるらしくて、嫌気性と好気性、要は空気を好むものと好まないものの作り方があるらしくて、どちらにしても、ぼかし肥料を作れると。ただその安定性とか、速効性だとか、そういったのを考えると好気性が一番いいというふうにこう言ってる方がいらっしゃってるので、今回は好気性で作りたいと思います。ちなみに嫌気性っていうのはこの後の動画で、ちょっと説明はしていきたいと思いますけど、まずはその好気性、要は毎日、1週間ぐらいこうかき混ぜながらね、菌の発酵を促していく。そしてぼかし肥料を作っていくっていうやり方をやっていきたいと思います。あくまでね、僕よりプロの方がいらっしゃるので、そういった方の動画を参考にしながらね、今回作らさせていただきますので、微生物としての働きは納豆菌、そして、畑の土、この中には微生物がだいぶこう含まれてるっていうことなので、この2つの微生物を使って米ぬかと、水を使っていきたいと思います。ちなみにね、水ではなくて30度ぐらいのぬるま湯を使ってやられてる方もいらっしゃるようなんですけど、環境をしっかり作れれば大丈夫ということなので、ちょっと作っていきたいと思います。今回作る量はだいたい米ぬか10キロで作っていきます。10キロを作るとだいたいこれ1パックぐらいで大丈夫そうです。土の方は500グラムぐらい使うと大丈夫だっていうことなんで、だいたい1キロちょっとぐらい持ってきてますので、こちらを使っていきたいと思います。あとはこれ厳密ではなくていいそうです。作る場合の分量だとかっていうのは、これ土作りをこう結構メインに行っている博士の方が言われてたんですけど、大体でいいということなんで、僕もそれに倣って大体で作っていきます。大体でちょっと作ってみますけど、米ぬかを大体ね、10キロちょっとぐらい入れたと思います。でそしたら、この畑の土、こちらを500ぐらい、大体で入れていきます。でちなみにこの土はふるいにかけてもいいらしいんで、こんな感じでそしたら、今度は納豆。納豆は
水の中に入れて、まあ、このネバネバが納豆菌ということなんで、まあ、これを水の中に入れてかき混ぜるだけと、こうやってかき混ぜるだけらしいです。こうやってでダマになってても別に問題はないらしくて、この中の納豆菌がまあこの中にこう使うようです。まあ、一応ね手でかき混ぜておきます。まあ、ちなみにこんな感じ、こんな感じ、これで一応ね納豆菌の方は準備ができましたので、こちらの米ぬかと土をね、先ほどの畑の土を、微生物が満タンに入っているであろうこの土をしっかり混ぜていきます。ちなみにこの好気性のぼかし肥料を作るときは、この水の水分量が結構重要だっていうことなんで、まあ、そこら辺をしっかりこう見ながらやっていきます。なんかこう握った時に団子になるといいらしいので、まあ、今これ乾いてるんでこんなパサパサなんだけど、この後、入れていきます。こんな感じでね。で、あとね、言われてたのが、このかき混ぜてるとダマになってくるらしいんだけど、ダマは最初はほぐしてあげながら、まんべんなく水分を送り届けてあげるのがいいらしいですと思うんですけど、はい、じゃあちょっとねここで水をちょっと足していきます。水をね足しすぎちゃった場合は米ぬかを足せばいいようですけど、重要なのはこの、あ、もうダマになってきましたね。ほら、ダマになってきた。で、こうやって、こういうのは一回空気を入れてダマを取ってあげると。ね、ダマを。で、結構この水分量がどれぐらいの方がいいんだろうっていうことで。目安としてこんなぐらいだよって言ってたのが耳たぶぐらいがいいよって、多分これはねもうちょっとかな、もうちょっとかな、よくかき混ぜて、もっと大きい器があるとやりやすかったと思うんだけど、ちょっとこれぐらいしかなかったんでこれで作ってます。でちなみに好気性の、ぼかし肥料を作るのはだいたい発酵までに2週間から1ヶ月ぐらいの間で、使えるようになるらしいです。今日これを作り始めてからだいたい1週間ぐらいは毎日こうやってかき混ぜて空気を入れてくださいっていうことなんで、それは行ってください。これ畑の方に撒いてあげたり、根元の方にこうパラパラって撒いてあげたりだとか、そういうことをすると非常に効果的みたいです。これで微生物がこの中で
非常にこう活性化して筋毒を作るらしくて、まあ、言われてた方はその作る時にこれ多分もうだいぶいい感じだと思います。あのこんな感じで水が入りすぎるとダメなんだけど、だいたいこれぐらいの硬さぐらいでもう耳たぶぐらい大丈夫そうです。あとどれぐらいか、これぐらいパラパラってパラパラってで、こんな感じでパラパラって。研究生の場合はこのまま、ビニール袋の中に入れて3ヶ月ぐらい発酵させると、まあ、同じようにぼかし肥料ができるというふうに言ってました。ただ好気性を今回作るので、まあ、もっと早くね、菌の活性化を促してやっていきたいので、まあ、僕の方がそういうふうにこうそういう作り方をしたいので今回は好気性の作り方をしてますけど、まあ、こんな感じでね。ちなみになんかあのこの団子を作って団子をこう作ってこうやってね、でまあ、これもだいぶこう仕上げの方になりますけど、団子をこう作ってあげて中にこう空気が入るような形でやってあげると、この団子と団子のこの間に空気が入るんで、ここにこう菌の要はお家ができるらしい、シェルターが。そうすると発酵が進みやすいと。ただパサパサパサってやるんじゃなくて、こういう風にね、こういう風にね、あのやってあげるといいらしいです。そしてさらに、最後これをまとめてお山のように作ってあげると更にということなんで、こんな感じでね、はい、こんな感じでとりあえずできました。こんな感じでこう山のように作っておくと、でさらにあのこういう感じでね、バラバラに団子状にして作っておくと、この中に金床ができやすいと、ね、シェルターを作ってあげるといいよっていうことなんで、まあ、こんな感じで。また明日これをこの中をかき混ぜていきたいと思います。ちなみにこの中がだいたいね30度から40度ぐらいまで上がるそうです。まあ、あのそんな感じで、ぼかし肥料、まあ、1週間は毎日かき混ぜる、まあ、これがあの好気性のぼかし肥料の簡単な作り方ということでご紹介させていただきました。はい、どうも。米ぬかから、好気性のぼかし肥料を昨日作り始めて1日が経ちました。だいぶ中はそんなに暖かくないかな。まあ、あのこれ崩して、また空気を入れて